ミツカン。テレビ CM でご紹介したお料理の作り方、鶏の甘酢照り焼き。フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を皮の面から焼きます。きつね色になったら裏返し蓋をします。余分な油を拭き取り、簡単酢を1/2カップ加えます。沸騰したら中火で約5分。簡単酢の色が透明からきつね色に変わり、とろみが出て泡が大きくなったら火を弱め絡めます。最後にお皿に盛り付け、煮詰めたタレをかけて、鶏の甘酢照り焼きの完成。